ているんでしょう。ライダー、やっぱり私の声をしていたんですか。ええ、彼がサクラに手を挙げていれば私が殺していたでしょう。先輩には手を挙げないで、ライダー。あの人を傷つけたら、あなたでも許さない。私の役割はサクラの守護です。彼があなたの敵に回るのなら、その時は使命を全うするしかない。あなたがどうなろうと、私はマトウ・サクラを守るだけですから。それは私が渡してなくなってもということ。サクラ、何をする気ですか。その体で魔術行使をしては。サクラ、最後の霊樹です。お願いライダー、この先何があっても先輩を最後まで守ってあげて。